はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は松永ひろみ選手使ってみてやっていきたいと思います。はい、ということでこちらの選手もこの時を待ちわびておりました。まあ、おそらくね、 OB 第5弾の使ってみた動画はこの川上選手に続いて2本目になってるんじゃないかなと思うんですが、こちらの松永選手はね、めちゃくちゃ久々の登場になっていて、 OB 初年度である2016年からなんと7年ぶりのね登場となっております。で、その時のものからパワーが2アップにね、なってまして、で、その時代はね第2特能までしかなかったんですが、第3特能に今回選球眼が入ったよと。まあ一番はね、広角とか入ってくれるとより強かったなっていうところではあるんですけれども、まあでも無難にね、常に全出しっていうところがまあ狙える能力なので、まあこれはこれで良かったかなと思います。で、この松永選手の魅力っていうところはですね、このバッティング能力だけでなくて守備なんですよね。まあメイン適性はサードなんですけれども、そのサード守備 B に加えて限界突破3回できればショートが守れるよと。で、ショートの守備適性的には64の C なんですけど、まあ走力の高さっていうところですねを考えると、まあ実質守備 B クラスあると見てもいいんじゃないかなっていう、まあそんな気がしています。で、さらに両打ちなんですよね。ここもねまた魅力なポイントで、まあ、ショートというポジションはね、右バッターで言えば、まあ、坂本選手から始まって、まあ、池山さんいたり中島選手いたり、まあ、あとライドラで言ったら石毛さんがいたりとか、まあ、いろいろ候補があると思うんですけど、左バッターっていうところで言うとあんまり出てこないんですよね。まあ、個人的にも左が好きなタイプの人間ですけれども、この松永選手は最高のショートにねなってくれるんじゃないかなと思ってます。まあ一応ね、対抗として挙げられるのがこの鳥谷さんかなと思うんですけど、まあ守備能力はね鳥谷さんの方が上かなっていう感じなんですが、特能の部分がねやっぱり松永さんの方が強いかなっていう。まあもちろんね、この鳥谷さんも出ればめちゃくちゃ強いんですけど、シチュエーションが結構ね限られてくる。いつでも発動するのが選球眼だけなんで、まあそこの差が結構大きいかなと思うんですよね。というところで、まあ今回ね、この松永さん7年ぶりに出たということで、まあその時にね、持ってましたという話をガチャ動画とかいろんな動画でしてますが、そちらのものをね今回写真変更して、まあこれからね、使っていこうかなと思ってます。まあ結構使用感気になるっていう人ね多いと思うんで、ぜひこの動画参考にしていただければと思います。じゃあ本編いきましょう、どうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。本日の初戦です。よろしくお願いします。お相手の名前、人妻イレブン。多分これあれかな、稲妻イレブンとかけてるのかな。まあ、やっていきましょう。お相手の先発が藤井さんですと。でも早速1番で使っていきます。いやー、いいね。86、85、 OK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 。 で、松永さんも、今回固有がね、ついておりますと。元々の方についてたんだっけな、あんまり覚えてない。あー、なるほどね。いやー、いい打球ですよ、これが。いい打球です。ライドラらしいヒット。いや、こういうのが打ちたいんよ。まあ、もちろんね、豪快な打ち込みもねいいんですけれども、内野手のグローブを穴開けるようなヒット。相手のサード原さんか。あー、ちょっとこれはタイミングずれた。ああいうバッティングできるのがねマジでたまらん。はい、まあ、一発はね正直もうアーティストの選手に打ってもらえばいいんで、はい、こんな感じで OK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 。できすぎてるな、ちょっとこの動画。ということでね、まあちょっと松永選手の起用法を今後考えてる使い方みたいなところをちょっとお話ししとこうかなと思うんですけど、まあこの間の動画でも多分言ってると思うんですが、今後は守備 S の源田選手をショートのスタメンで行って、で、その代打に松永さん行きますと。で、そのまま守備に行こうかなというふうに思っております。まあちょっとね、あくまでもこれは現段階の前提なんで、まあもしかしたらね、いろいろ試していく中で、いや別に源田さんいらなくねとか、まあ代打要員増やすとか、いろいろ考えていくと思うんですけど、まあ正直十二分にスタメンフルでもいける能力だと思ってます。で、まあメイン適性がサードっていうところで、サードで使わないのっていう、まあ声もあるかもしれませんが、サードってもう候補がたくさんいるんですよ。まあ今年藤村さんも出たり、まあこの落合さんもそうだし、まあ現役で言ってもおーっと岡本選手とか、まあいっぱいいるじゃないですか。中村典弘選手とかもいるし、っていうところで、まあサードで使うのはちょっともったいないのかなっていう、気はしてるんですよね。なんでやっぱり松永さんを生かすにはショートのサウポジ、ここを守らせるっていうのが結構やっぱ大きいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あの本当に最近ね、ちょっと右バッターが、まあ、苦手意識そんなになくなってきてたんでいいんですけど、まあ、だいぶ増えてましたよというところで、まあ、ショートにね左が置けるっていうのは、まあ、左っていうか両打ちですけど、まあ、僕はずっと多分左で使うんで、
先行です。まあ、それはねかなり大きいなと思いますね。さあ守備こんな感じ、まあ、やっぱ C だとちょっとちっちゃく感じちゃうけど、まあでも僕サード藤村さん使ってるんで、まあまあなんか補ってくれるかなっていう。あとはちょっと総力がねどのあたりまで作用してくれるかっていうところが楽しみですね。ちょっとショートに打たせたいなということで、外角配球中心で左は取れる。よし。いやでも今のさ、なんかどうだろう、いやさすがにちょっと誇張しすぎか、なんか画面の左下ぐらいに映ってた松永さん結構足速そうに見えたけど、あ、いたショート。おお、まあまああんまり参考にならないな。でも今のはこの方はショートに中地かな。あーですよね。まあそう、右が好きだったら中地ありだよな。そうですね、理想的なピッチングだと思います。うん、これは藤間さん OK。 さあもう一回回りますね。次はちょっと豪快な一打を狙ってみてもいいか。こうやって、いやノーパワー。この間ちょっと前に里崎さんのスピちゃん記念大会、じゃあスピちゃん予選でのホームラン集みたいなショートを上げたんですけど、まあ、最初の方はねやっぱり結構すげーっていうコメントとかが多かったんですけど、よくよく見たら全部引っ張りやんけみたいなコメントが最近は多くなりましたね。でもあの動画もありがたいことにめっちゃ回ってます。あ、やっぱショートすげーわ。さあということでいこう。松永さん、このバッティング、なんていうの、このなんだっけ、やばい、ど忘れした、この四角の名前なんていうんだっけ、やばい、あれなんていうんだっけ、バッターボックスか。バッターボックスに立つ時のあの演出いいよね。うん、なんでバッターボックスが今どう忘れしたんだろう。はい、いやーいいねー、マジでいい打感。オッケーオッケーオッケー。まあ今のももっと本当は下に入れないといけないんですけど、まあなんだろうな、ライドラってね結構芯外れてもその打球の速さで飛んでくれるっていう、ちょっと走ります。あ、ああバレてた、なんでバレてんの、怖っ。もしかして俺の部屋見られてる。うわ、惜しい。川上さんもね、まあ、前回の動画でいいとこはにあにあにあうん、まあ、何が言いたかったかっていうと、ライドラの選手って結構なんか、あ、うわー行かれた、あの芯を外れててもやっぱ打球の速さでヒットにできるっていう、うん、そういう話が言いたかった。なあ、川上さんそれ取れないか。左利きのファーストの選手ってね、まあ王さんとかもそのイメージなんですけど、1、2塁間の打球結構取ってくれるイメージあるんだよな。で逆に対照的に、いやー取れないか、ライン際がちょっと弱いっていうイメージがあるんですけど、いやー2個連続だと川上さんの使ってみたじゃないんだけど、松永さんの方に打球を飛ばしたい。怖いな、ちょっとこれホームラン打たれたら同点じゃん。まっすぐ行くか、ちょっと怖いけど、あーベスピが出ん、いい張ってるなこれ、速いの。ストレートツーシームが来そうなところからナックルカーブ、よしよしよし、芯外してる。オッケー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 、でかいでかいでかい、長池さん使ってる、いいね。この辺でショートゴロ打ってくんないかな、いいボールでしょ、大丈夫。マジか、ボールじゃないか今の。おお、高橋周平選手、まあ、高橋周平選手もねいいんですよね、左のショートにできるっていうところでいうと、まあ、僕も長らくベンチ要員、ショートにも代打が出せるようにみたいなところで、入れてました。去年のシリーズ2だったかな。今日でかい。さああと1個、松永さんのデビュー戦を黒星するわけにはいかない。OKOKOK、ボール、よし取れるよ。何それ、モイネロでいきます。ちょっともう細かく、もう負けられないこの試合は。いやー、まあまあまあ能力だいぶ削ってる。同じ肩口からカーブ取れるよ。うまマジ、めちゃめちゃうまいやんこの人。こんなに動画で中継ぎ使うの久々な気がするわ。縦スラ勝負、よーしオッケー、オーケー、耐え、なんでこんなヒリヒリする展開になってんだ。でね、ちょっともう今この試合展開が試合展開すぎて全然喋れてないんですけど、松永さんは NPB 史上最高のスイッチヒッターって呼ばれてます。まあ、今回初めて名前聞いたって人もね結構多いんじゃないかなと思うんですけど、阪急オリックスの他に阪神とかダイエーでもプレーをされてます。今ではね当たり前のようになってる FA 制度あるじゃないですか、移籍制度ね、それを提案した選手が松永ひろみさんです。でなおかつ1993年には自身が初の FA 移籍選手にね、なると
いう、まあ、そんなねエピソードがありますよと。さあまず1球目、あオスナってこういうあるんだ、知らなかった。タイピンかい、タイピンね。まあもうまっすぐがツーシームでしょう。オッケー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 。まあそれで攻めるしかないよな。うわーいいボール、コントロールいいもんなやっぱり。チェンジアップここで投げてくる、びっくりした。いややっぱ弱いわこのゲーム、チェンジアップ。